こんにちは、粟田洋介です。今日は紙にアクリル絵の具で絵を描きたいと思います。紙に描くときにジェストという下地剤を塗っていきます。でこの紙をこの板にマスキングテープで留めて、そしてジェストを上から塗っていきます。この板は水張り用のボードなんですけど、板であれば何でもいいと思います。マスキングテープをこうやって端ですね、こういう感じでちょっと4箇所周りに貼っていきます。こんな感じですね。これはね、筆を洗う水で、飲む水ではないんだけど、まあおやつみたいなもんですね。でこれからこの紙にジェストを塗っていきます。まだ飲んでる。このジェストですが、こんな容器に入っているので、いつもなんか蓋付きの瓶とかに入れるんですけど、今はちょっとなんか空き瓶とかそういうのが見つからないので、パレット、これガラスなんですけど、パレットに直接使う分ぐらい垂らして塗っていこうと思います。で今日はこの筆を使います。でっかい筆でやっちゃうと一発で終わるんですけど、ジェストをつけた時に大きい筆にジェストが残って洗ってしまう羽目になるんで、ジェストがつく容量が多いものですから、大きい筆だとその分いっぱいついたまま洗わなきゃいけないんで、この紙に塗るのにまあ小さすぎず大きすぎずという筆を選びました。でキャンバスに塗る場合はジェストを何コートか塗る場合があるんですが、紙に塗るときは私はワンコート1回だけで終わりにします。でとりあえずこれで乾かしていきます。ジェストが乾いたので、これから絵を描いていこうと思います。紙に描くときはジェストを一度だけ塗るんですけど、2回とか3回塗ってもいいと思います。ではこれからアクリル絵の具でここに絵を描いていきます。茶色ってあんまり使わないんですけど、今日はちょっと茶色をいきなり使ってみようと思います。2色の茶色を混ぜていきます。バッグを今日は茶色一色で塗ってみました。さあこれからどうなるんでしょう。乾いたら続けようとか思ってて2週間も経っちゃいました。さて描いていきましょう。ここに足跡がついちゃいましたけど、なんかこれ生かしたいと思ったんだけど、まあちょっとどうなのかな。こんな感じの絵が完成しました。これ乾いたのでマスキングテープを剥がしていくんですけど、マスキングテープを貼った理由なんですが、紙に絵の具で描くと絵の具の水分が紙につくと紙がにょんって丸まってしまいます。ピンとなってた紙が絵の具で塗れるとこんな風に丸まったり歪んでしまうので描きづらくなります。そんで乾いてからも歪んだままデコボコになったりするんですけど、
これだと乾くと本当ね、この剥がしてみると分かるんですが、こんな感じでテープを剥がしたんですが、水含んで歪んだりしてるんですけど、テープ貼ったまんま伸びた形で乾くので、ピンと伸びた状態で乾きます。でね、枠が白くなっている、ここがテープが貼ってあったとこなんですが、絵を描いてる時にテープの上にも絵を描いて剥がすと、その部分がなくなりますので、端っこ、ここね、こうせっかく描いたところを削れちゃうことになるんで、その辺も考えながら、ここまでここまでっていうことを考えて描くと、なんか剥がしてから、あーなくなっちゃったってことがなくなりますので、この絵が削れるということを頭に入れて絵を描いてもいいかもしれませんね。ジェッソを塗るメリットとして、定着が良くなることと発色が良くなるということなんですけど、ジェッソを塗らなくても紙にアクリル絵の具で絵を描くことは可能です。そのまま描いても結構ね、ジェスト塗らなくても全然結構アクリル絵の具発色よく出ますので、ジェスト塗るのめんどくさいなっていう人は塗らなくても描けます。それでもマスキングテープでこうやって貼りながら描くと、紙のシワとか丸まりとか歪みがなくなるので描きやすいと思います。最初にテープ貼りましたよね。そんな感じでジェスト塗らないで描いてもいいと私は思います。絵なんてね、好きなように描けばいいんだと思います。というわけで最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が面白かったという方は、動画作りの励みになりますので、高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです。今後も動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。